お前に話さないことある。まあ、ショーの責任者しようか。あ、全然いい。乗り換え道場ならできる。俺たちならできる。俺たちならできる。みんないるよ。お前に話さないことある。何ですか。聞いてないよ。何ですか。責任者をもう一人にする。ああ、ぶちだと思う。何ですか。でも話が理解できないから。いや、これ違うって。俺性格わかるもん。理解してないでしょ、だけ。どういうことですか。ちょっと俺も言いづらいけど、まあ、ショーの責任者しようかな。あ、全然いいです。なんと私、私全然関係ない。全然いいですねって言うとおかしいやん。じゃあ逆に悔しくないね。悔しくない。だったらやんなよ、お前責任者やってんの。言うな。僕多分一回も責任者やりたいやん。いや、一回もショーにしようって言ったらお前もやりたいっすか。違う、ショーが一人じゃちょっと不安なんでみたいな。で、僕はなんか二人でやろう。そう、お前納得する。あいつができるんであれば全然いい。できるってのはお前のフォローがいるだろ。チームってみんなでやろう。やることはじゃあ今までは変わらないですか。別に僕がやることは。責任を俺誰に取らせんよとか。今年に大事するじゃありもん、ね。まあ、新築やったせいもあるけど、もうちょっと早く見てもないの。それはもともとショーがやるんじゃなかったの。ショーが悪かったらお前悪ねえのか。じゃあ分かんないです。僕はだからもうショーなくなっていいだな。お前何やお前は。ショーが責任者だったらお前は数字関係ねえのか。それ辺は僕が管理して。どっちやんだって聞いたもん。どっちが何や。僕の言い分それやお前。それはおかしいだろう。だ 僕が数字が悪かったら何や。人のせいか。僕はそれのことを言ってるんじゃないですか。何のこと言ってる。数字関係は僕見てますけど、何をしたとか何かするっていう判断はショーは。そうそう、そうだったらあいつが悪いんか。あいつが判断したらだけど、フォローしたる時もあれば、いさめたる時もあるんじゃないのか。僕悪いとか何もしてないですよ。人のことだ。何確かにちょっとそれは早としてる部分は。何何何だって。責任者やるに対してリュウジさんは多分言ってるんですよね。違う違う違う、数字が今回悪かったって言ったら、いや数字はショーの責任じゃないですかって。僕は関係ないですよねってことだろ。言ってないですよ、そんなこと。なんて言ったの。僕それ言ったことも言ってないです。なんて言ったの。数字持ってるのは僕なんで、数字管理してるのは僕なんで。だから数字管理はお前管理しようね。だ数字け決算はお前のせいだ。どっちかして。変わってきた話。それはいいの。いいと思いますよ。それはじゃあショーは頭として立てられる。今も立ててるつもりは言いますけど。ここのバトルが始まるんですよ。話よりも話。立てとったら数字は出てるでしょって。チームがいい風に動いとったら数字は出てると思うな。結局数字社会なので、じゃあ金は1円の曲がりだったら金潰れるかな。多分ショーの戸惑いもありますよ。この人数をどうやって動かすかっていうのは多分。そのあいつが戸惑っとるなってことに対してお前のフォローとかなかったわけだろ。俺が間違ったんかっつってんのこれ。もう喧嘩始まるやん。ちょっと煽ってみた。フォローはしてるのも煽ってみた。そうそう、それなりに、うん、やっぱりだけど、そのフォローが他人までだよな。まあだって初めてだろ、足場半ここまでは分かった。こんだけで終わるでしょっていう終わりが終わらず、また手直しに行くとか、それは誰の責任だ。そこまではっきりしてるで、終わってくる予定だったら終わってこんかったっすよって、お前ら終わっちゃうじゃん。それ俺だったらどうすんなーってやっぱ言うじゃん。ああで、そういうやつがいないよね、うち今。なんかまあのんびりのんびりになってきとんのかなとは思うけどな。分からん、ただ新築だけのことなのか、はい、だけど新築でも利益出しよう会社あるわけじゃん。ありますあります。ってことはもっとバリバリやってるわけじゃん。よそがやれるのにうちがやれんっていうのが嫌じゃん。みんなで頑張ってる。ちょっと意外と優しいところって感じ。
なくお願いします絶対に。じゃあ頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりですね。あのちょっとまあ話聞いてるかなと思うんですけど、翔、はい、さんが責任者やることになったじゃないですか。今までリュウチさんと翔さんが2人で、はい、ニコイチで責任者やってたけど、翔さんだけがやるみたいになったじゃないですか、はい、それについてどう思いますかっていう。どう思いますかって言われたら難しいですよ。ただその元々は寺道さんがやってて、はい、でそれをじゃあ2人に分担しようって言って分担するってことは絶対一人一人の負担は軽くなるわけ。確かに。それを今一個にしたら翔さんがどうなんかなっていう。まあ翔さん頑張る。僕ら普段いる時間が長いんで一緒に、うん、見てるとやっぱ電話が結構鳴ったりとか、ドバ残って俺一人残っていくわとかそういうのもあるから。でももう今翔さんは今フルで現場出てるじゃないですか、うん、でも現場ちょっとずつ抜けてって事務処理ではないですけど、うん、設定とかもするって言ってたんで。どれぐらいの頻度で抜けるかだよね。やっぱ今俺ここ3日ぐらいやってるんだけど一緒に、さっきも加わってなくてもやっぱいるといないだけでも全然違うから。翔さんが、そうそう、安心感っていうか。じゃあ翔さんが別に一人で責任してやることに対しては反対とか何もないけど、まあ、ただ大丈夫かなって心配なだけみたいな。そうそうそう。あと龍二さんもどう思うのかな。龍二さんはいいんじゃないみたいな。もう龍二さんもそれしか言わないんで、もうフォローにみんなで回るだけみたいな。本当の腹の内は喋らんでしょ。ハイボール飲ますしかない。じゃあ飲ませに行きますか。でもまあ俺らの親分は翔さんと龍二さんっていう意識があるから、だからあんまり変わらんじゃん。だから賛成か反対言ったら本人たちの自由。翔さんが足場班の責任者一人になることについて一番長年一緒にやってきた監督さんはどう思いますか。翔、はい、翔が責任者になるって一人だけ。まあ、あいつならできるんじゃない。ちょっとふざけてますね。だけど今までゆうじさんがやってたこともほとんど自分で一人でやらなきゃいけない。そうだね。まあ、あいつなら翔ならやってくれるって信じてる。誰。ずっと誰。まあでもあいつも完璧な人間じゃないからさ、まあそこは俺らファミリーが支えてあげればいいんじゃない。誰も本当に何から翔聞いてるか。翔ならできるぞ。やれると信じてる。じゃあ頑張ってください翔さん。はい、だから来年だってちょっと現場も抜け始めるって言ってた。え、まあ毎日とかじゃなくて、まあやっぱ午前中とかだけとか抜けちゃったりするんじゃないですか。まあ、塗り替え道場ならできる。俺たちならできる。俺たちはできる。やればできる。できる。そう。まあ何でもかんでも一人でやろうとしちゃダメ。周りを見てごらん。みんないるよ。苦しくなったらいつも言っておいで。助けようじゃないか。怖い。誰だ。まあちょっとやってみましょうか、リュウジ。まあこれちょっとミーティング動画があるね。そこがちょっと面白いけどな。そんなの知らんわ。ショウさん対リュウジさん。ショウとリュウジ。いいいいね。怖っ。絶対知らんわ。生まれんと思う。はい、じゃあ皆さん、今後また体制も変わって面白くなってくると思いますので、ぜひチャンネル登録、はい、あと6000人、はい、70% の人が登録シーズン見てるらしい。登録これだけですからね。これだけですからね。本当それだけじゃん。やってくれ、ね、クリックするだけですからね。でこういうことを言うと消してきやつまで俺で、ね、嫌がらずでチャンネル解除してきやつ俺で、やればいいじゃないですか。20万人ない、20万人まで動画飛べませんみたいな。そうそうそう。今からやったらお前何年かかるって思う。10年ぐらいかかる。はい、なのでまあそちらまたよろしくお願いします。はい、と足場の買い取り、はい、と実習生特定技能は別会社で、はい、七色パートナーズってやってますんで、ぜひそちらの方も相談よろしくお願いします。お願いします。ちゃんと
あ、私担当もする、ね、担当なんか勝手に脳みそが回らない。飲み会のやつ、まあ、飲み会だけじゃなく、あの、あ、ソビ職人限定の集まるやつとか、うん、ゴルフイベントとか、いろんなな、そういういろんなイベントをやっていこうかなって。100人ぐらいが登録してくださる、登録したらな、まあ、だ通知機能みたいなもんだよな。 そこを登録してくれたら案内送るよみたいな。何月何日にこの飯子考えとかもそこにも案内を出せるじゃん。それでもいいよな。で、女の子もぜひ、女の子も特にどうしよう。チラホラ来てますからね。そう、女の子来てる。チラホラ。それしか、女の子50人ぐらい。それしか楽しみがないわ、やばいな、リュウジさん。それがあっての話し合いじゃん。地球上になって男と女の人なんですか、別にやらしい気持ちはなくて、やっぱ男と女が初めて揃って会話成立するんじゃん。いや、別に男と男でも会話は成立するんじゃん。いや、そんなことない。地球にだって男と女が産んだから、神様。まあ、そんな感じのイベントがありますよと、はいはい、以上です。ぜひ登録してください、はい、概要欄貼ったんだろう、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。